疲れ様。そう、二公演でしたね。二公演、二公演、私僕対二公演は初めてかもしれません。どう思う？初めてですか？私は。TM マンさん、白鳥さん、鳥さんさん、お疲れギフト10個ありがとう。ねえ、そんな気がするようなしないような気もするよね。え、あった？そう、前あったかな？あったの？あ、やったことあるんだ。え、私、てっきり今日初めて、多分初めて僕対2公演じゃないって思って。どうしよう、いけるかなって思ったんですけど、思いのほか大丈夫でしたね。あれ、僕対どうだろう。ツアーとかで2公演はあったんですけど、なんかやったことあるようなないような。あら、あ、ちょっとやったことあったのかもしれない。ちょっと記憶力が曖昧なんですけど、二公演だった。そう、生誕祭が、2期生の生誕祭は今日が初めてで、アンナちゃんとリネちゃんの生誕祭おめでとう。うわ、なんかね、すごいすごい、生誕祭ってすごいなって思いました、いろいろと。一番最初の頃、僕対2公演はやった？やったかな？もらい泣きちょっとね、ちょっとしたけど隠した。ね、素敵な生誕祭でした。なんていうのかな、なんかね、その来てくださってるファンの方とかもの、なんだろう、愛を感じて、なんかたくさんのね、愛、スタッフさんとかの愛とか、みんなの愛を感じて、生誕祭っていいなって、すごいなって思いました。私楽しかったです。そうそうそう、温かい空気感だった。そう、一体感もね、あった。あ、すごい、わかります、では嬉しい。そう、ちょっとひまわりの MC なんかハプニング起きたよね。え、あれ結局何だったんだろう、何だったんだろう、なんかなんかね、昼公演のひまわりの MC 始まった途端にガーって幕がね、閉まって、あ、ももちゃん、リッセンちゃんがボタン押したの？なんかうっすら裏で MC でなんかももちゃん謝ってるなっていうのはちょっと聞いてたんですけど、あ、あれだ、そうなんだ、そうなんだ。そうだったんだ。そうなんだ。なんかもうびっくりして、ひまわりの MC がいつもちょっとグダグダなので、ちょっとあれなので、もうやるなっていうことかなって一瞬思って、そう、強制終了させられたのかと思ってさ、びっくりしてというか、ちょっとみんな戸惑ったね、あれは。それもう終わるのかなって思って。そう、もうそうですね、バンされたのかなって思って、ありがとうございましたって言いかけたところで幕が無事開きました。あ、そうなんだ。え、幕のスイッチってどこにあるんだろうね、私はちょっとまだ知らないですね。そう、なんかね、いろいろ話すこと考えてたんですよ、私たち。あちこさん、なんだろう、このギフトは。なん、
塩塩塩のギフト袋盛り塩かな。ありがとうございます。あ、え、セあれ待って、セーターなの、ごめんね。あ、セーターなん、え、セーターか、そうかそうか、セーターありがとうごめんなさい、セーターでした、ありがとうちょっと塩かと思って、でもハートがついてる塩も変だなってちょっと思ったんですけど、一瞬塩に見えて。セーター何ギフトだろう、秋ギフトですか、ありがとう。セーターの季節だねちょっと盛り塩、なんかなんだろう、ちょっと厄払いギフトとかなのかなってちょっと思ったんですけど、違ったらしい何の話してたっけ今ちょっと塩で、塩の話で飛んじゃったな。何の話してたっけな、なんだっけ、忘れちゃった。 MC が、あ、そう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 、ひまわり MC がね、そういろいろ本当は話す内容を決めてたっていう話ですなんかね、あ、よしこさんも森塩ありがとうございます。そういろいろね、なんかアンナちゃんの生誕祭だったから、タンポポのうさぎさん、クマありがとう、ゆうきあきささんも森塩セーターありがとうございます。そうアンナちゃんの生誕祭だったから、なんかアンナちゃんといえば香川って言って、香川とかみんな行ったことあるみたいな、香川について話すつもりだったんですけどつもりだったんですけど、ちょっとね幕も閉まっちゃって閉まっちゃってね、ちょっとそんなこんなで話しませんでしたゆういちさんもギフトありがとうございます。いやでもなかなか新鮮な体験でした。そうそうそう、今日ね朝みんなでレッスン場で通して練習したんですけど、する予定というかしたんですけど、レッスン場に行ったらね、もうなんでかわかんないんだけど電気がつかなくて、そう今日ほんとハプニング多めでハプニングだらけの一日でしたね。もう本当に暗闇で、もうなんだろう、電気がつかないとかだけじゃなくて、もうクーラーもつかないし音楽も流せないしみたいな、もうすべての電力が止まっていて、そうびっくりした。そうみんなね、このスマホのライトをつけて、その床に置いて立ち位置の近くに置いて見えるようにしたりして、あともう音楽も流せないからパソコンスマホとかで音楽流して、クーラーもつかない暑い部屋の中、締め切った部屋の中でみんなで頑張りました。何だったんだろうね。そう電気のありがたみが分かりました。そうランタンとかもね、スタッフさんが持ってきてくださってなんとかその明かりを頼りに。でもねちょっとね、なんだろう合宿感みたいな感じでちょっと楽しかった楽しかった。
何だったのかな。ろうそくはなかったかな。ろうそくあったらよかったんだけど、私の家のアロマキャンドルを持っていっとけばよかったかも。でも電気のありがたみが分かりましたよ。山井さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。おお。なんかね、多分公演終わりとかの日はウィンクの調子がいいんですよ。なんでだろう、こう目をパチッと頑張って開けてたからかもしれない。調子がいいですね。コミさん、クマありがとうございます。でも今日は公演で一回もウィンクはしてないな。してない。どこかでしたらよかった。お疲れギフトも10個ありがとうございます。そう、逆にね、なんかもう寝起きなんだろう、そんなもうメイクもあんましてなくて、ずっと今日寝てましたみたいな日はウィンクが本当に調子が悪い。できません。そう、今日はなんだこれは、編み込み、片方だけの編み込みです。ストレート、なんか、どっちが皆さんお好みですか。なんかね、複数のメンバーにストレートの方が似合うって言われて、なんかそんなこと言われたら私ちょろいというか流されやすいので、確かにって確かにって最近なってきて、そう、ストレート、割とストレート多めで最近やらせていただいてるんですけど。セルヒオリコさん、可愛いギフトありがとう。あ、でも皆さんもストレートって言ってる方が割と多い。どうだろう、でもね、巻くの方が似合うって言ってくれるメンバーも、巻くの似合うねって言ってくれるメンバーも結構いて、どっち？そう、流されさやか。投票しよっかな。なんか怖いな。ストレートどうする。じゃあ皆さんから見て、あなたから見て、私はストレートの方が似合うか、巻き髪の方が似合うか、どちらがお好みですかという、じゃあアンケートしてみよう。じゃあ1がストレートで2が巻きですね。あら、ちょっと久しぶりすぎて投票、あ、ここか。投票しよう。あ、じゃあどっちもは3で、どちらもっていう方は3。1がストレートで2が巻きで3が、まあどっちもどっちみたいな。どっちでもっていう方にします。どうなんだろうね。なんかね、私髪型がもうしたい、髪型にそ、なんだろう、そんなこだわりがないわけではないんですけど、自分がしたい髪型ってわからなくないですか。だからね、いつもちょっと迷ってます。僕隊とか公演のある日は朝から今日髪どうしようって、最近これまではね、ずっとストレートかポニーテールかツインテール縛りがあったので。あ、じゃあそろそろ締め切ろう。3、2、1、カン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 、あー、おーおーおー。おー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 、スト
ストレートが 41.6% で、どっちもが 37.8% で、巻きが 20.6。 あ、じゃあ私あれかな、あ、でもそっか、3はどっちもかあ、じゃあストレートなんだ。そうなんだねそうなんだね。じゃあちょっと私はじゃあちょろいので、これからストレートばっかりになるかもしれませんあ、でも気分によってちょっと気分を変えたい日はまあこう緩く巻いたりしようかと思いますなるほどなるほど、わかりました。ちょっと参考にさせていただきますでも髪型ってさ、何しようかなって感じですよね。ね、ま、いっぱいできるの嬉しいけど迷っちゃうよね。あ、そう、でもね、今日サーヤンがしてた髪型可愛くて、それ何ってその髪何って今日聞きましたなんかね、みんななんかなんだろう、ここら辺でさ、ここら辺でなんか結び目があるの可愛いよねそう、名前聞いたんだよサーヤンに。なんかねハーフツイン、クルリンなんだったっけクルリン2連続みたいなクルリンパを2個つなげてるみたいな、ちょっとね、そんな感じだったえ、なんかもっとなんかあった気がする、忘れちゃったな何それ技名ってそう、ちょっといろいろあったんですよね、聞いたんだけど忘れちゃった。そう、多分ね、その場でサーヤンが思いついて言ったそうだね、このまま言ったらメイクさんを混乱させてしまいますね。ハーフツイン、クルリンパ2連続お願いします IKKO さんもセーターありがとうございます。でも本当に塩に見えない、これ。私、え、塩かと思った。ポニーテールの要望が多数ありますがあってまたじゃあいつかしようかな。ポニーテールでも一回ツアーかどこかでしたんですけど、すごい涼しかった。しようかな、いつかでもね、なんか勇気いるんですよね。なんか私、なんだろう、なんか髪の毛を上げることのことへの勇気があまり出ないのかもしれない。割とね、下ろしてることが多いですね。そっか、もう下ろさなくてもいろいろしていいのか。そっか、そうそう、ツアーの時はもう本当に気合を入れるためにツインじゃないやポニーテールにしました。気合のポニーでした。そっか、なんかもう髪の毛のパートリーが無限にあるから、それもそれで悩んじゃいますね。薄めで見ると森塩だなって。でしょでしょ、ですね。サイドポニーはしたことないですね、公園では。
曜日ツアーのコップ可愛いので愛用してます、ありがとう、ありがとう、遊びに来たよ、いらっしゃいいらっしゃいませ懐かしい、いらっしゃいませちょっとバイトを思い出しました。次の岡山リトチャ申し込みましたって、そうリトチャで、リトチャというかもうリトチャと名乗っていいのかちょっと分かんないんですけど、 STU じゃないや、チャートリに帰省で岡山でイベントもあるので楽しみです。レジ打ち得意なんだっけ、レジ打ちは苦手でした苦手というかちょっとね、ちょっとちょっと苦手だった。こんばんは、こんばんは、さやかりんバイトしてたの、てんでんてん、びっくりはてな驚きすぎじゃない驚きすぎじゃない、日曜日だ、日曜日いかがお過ごしだったでしょう。そう、私さウクレレをねいただいたんですよ。なので最近ウクレレのね練習をしたりしてるの。そう、ちょっとここに発表します。ウクレレをね練習してるの。ちべりこちから出ないプレゼントでいただきました。でもウクレレって難しいんだね、もう何もわかんない、何もわかんないよ、なんかね親指で弾くのと人差し指で弾くのがあるっていうことは理解した。でも何もできないです私。ちょっと今弾いたらね苦情が来ちゃいそうなのでまたちょっといつか弾こうえ、よくわかんない、 C と F と D って何何、私ちょっとねドレミファソラシド、ドレミファソラシド頑張ってね弾こうと言いました、さっきこの前してたの分かんない、そう壁ドンされちゃうからね、夜は静かに過ごさなきゃ、コードがあるんじゃ、コードか難しそうだ、コードって何ですかフルートはねちょっとチラッとしてました、あれ、あフルートこっちだよねもうずっとしてないから一瞬こっちで、あれこっち、こっちだっけどっちだっけ、えどっちだっけ、フルートってどっちだっけえ待ってびっくり、ちょっと忘れてる自分にびっくりしてる待って、えこっちだよね、ですよね、あ右手合ってるよね、よかったよかったあよかった、びっくりしたでも本当にね
もう小学校小4小5小6とかしか習ってないので、もうもはや習ってた自分は多分私じゃないですね。のでこっちもびっくりって申し訳ない。まだフルート吹けるかもわからない、わからない、もうあんま覚えてない、なんかあったちょっと1週間ぐらい練習期間をいただけたら、まあ吹けるかな、どうなんだろう、もう無理かな、もう無理かな、音は出せると信じてますそう、でももう私まず持ち方からだからねどっちだっけとか言ってる時点でちょっともう吹ける気がしてないですけどちょっとまあ練習期間をいただけたらちょっとできるようになるかもしれない。そうなんですよね、私私楽譜が読めなくて、楽譜読めますか？楽譜ってさ読めなくない？フルートしてました、してましたね、難しいよね、えだよね、読めないよね読めない人を見つけて安心してる。私本当にちっちゃい頃一瞬ピアノも習ってた時期があったんですけどそれでも楽譜が読めないということを見るとちょっとなんかどこかもうあれですね、音楽のセンスがないということで。そう、楽譜読めないから私暗記してました、暗記、指の位置なんかもう覚えてた書き込んでました。うん、覚えてましたね覚えてましたね、おそらく指の位置であ、でもちゃんとあれですよ、楽譜はじっくり読めます。でもね、いつかあやぱんもねピアノ習ってたけど楽譜読めないよねっていう話したので、あやぱんも多分一緒だと思う、覚えてたよねって言って杏ちゃんの髪型も今日可愛かったな、なんかサイドで結んでたよね、可愛かった。そうなのでね、ウクレレちょっと今度昼間に弾こうかな。パンちゃんもなぜか被弾って、そんなちょっと違うかも話、ちょっと多分私よりは絶対読めるそういう話をしたことあるなっていうのを思い出しただけなので、ちょっとわからないです、
わからないです。ちょっと巻き込んじゃったかな。じゃあ忘れてください。趣味ウクレレ追加になるって、それはどうだろう、それはどうだろう。ちょっとまだ何にも分かってないので。あれですね、アロマキャンドルは使ってます。結構お風呂で使ったらすごく良いので、趣味アロマキャンドルが付け足されるかもしれない。でもね、なんか私ちょっとバカなことしちゃってて、アロマキャンドルでなんかこう、なんだろう、瓶みたいな、これぐらいのサイズの瓶に入ってるアロマキャンドルなんですけど、こうやってなんだろう、つけてたらろうがどんどん溶けて液体になるじゃないですか。だからなんか なんて言ったらいいんだろう、真ん中だけこう液体になるから、その液体を端の方にこう流して、端の方のろうを溶かして、溶かさなきゃこううまく減っていかないんじゃないかって思って、こう端の方に流したりしてたんですよ。そしたら端の方に端の方に流したら、端の方でどんどん固まっていくっていうことに気づいて、3回目ぐらいで気づいてそうそうなの。だから私はこうろうをこう、なんだろう、同じ高さでこう下げていきたかったのに、もうどんどんねどんどんなんかこうやってこういう形で下がっこう減ってっちゃってて、もうちょっとバカじゃんって思いました。私はバカかもしれない私はバカかもしれない。え、でもちょっと、え、気持ちわかりますか。なんかさ、溶けたろうって熱いからさ、端っこを流したら端も溶けるんじゃないかって思って私はね、なんかお風呂でこうろうが溶けるたびにこう定期的にこう回したりして高さを整えようとしてたんですけど、なんかあれ、なんかどんどん真ん中だけがへこんでって、なんかもう、なんだろう、ろうそくがこれもうつかなくなるんじゃないみたいな、消えちゃうんじゃないってなって気づきましたあ、そっかそっか、端の方に流したらそれは端で固まっちゃうんだコメントしづらいって、ごめんなさいごめんなさい確かにね、バカとは書けませんもんねバカってこれ書けるのかな、バカって星になるのかなどうなんだろうね大人になりました私あ、バカ書けるのあ、ちょっと待って書かないで、書かないで書かないでよ自分から言って自分で怒るあ、書けるんですね、星にならないあら、そうなんだそんなバカなんて、え、ちょっとバカかなってちょっと思いました私もそっか、え、でもさ、アロマキャンドルなんかこう真ん中が液体化して、そのまま火
回したりしなくて、炉をそのまま火を消したら、それは真ん中でその炉が固まっていい感じになるってことか。そういうこと？え？そうなの？何もしない、何もしないが正解なのかな。そっか、そっかそっか、うまくできてるんだ。何もしないが正解なんだね。学びました。どうしよう、そのキャンドル結構お高かったのに、自分の私がバカなせいでちょっと使用回数が少なくなっちゃったかもしれない。そうなんだね。でもね、良きです。なんか落ち着きます。お風呂ろうそくの火だけつけてそれを眺めるというのが落ち着きますね。やけどは気をつけます。気をつけます。この髪今日サラちゃんと、清水のサラちゃんとお揃いだった。やったやった。ちょっと割と気に入ったのでこの髪するかも。本当はね、今日もうなんか一周回ってもうストレートおろし、何もしないストレートでやろうかなって思ったんですけど、ちょっと編み込みしていただきました。そう、清水さらさん。そう、まだね一周回るほど何も何の冒険もしてないんですけど、なんかもうなんかもうストレートでもいいんじゃないって今日なってた。何しようかな。次はいつだっけ、しようかな。17日か。どうしようかな、何をしようかな。あ、くるりんぱくるりんぱする。あ、そっか、サーヤンのなんだっけ、ハーフツインクルリンパクルリンパ。あ、それしようかな。ハーフツインクルリンパ2連お願いします。そうだよね、パシェの生誕祭だよね。楽しみ楽しみ楽しみです。どうしようね、本当にもう変、すごいとんでもない髪型にされたらどうしよう。じゃあポニーテールはまた今度、今度ということで。あとなんか今日の公演あったっけ。レーダウンさ、夜公演、夜の公演のレイダウンの時、途中目が痛くなっちゃって、でも何か入って目がすごく痛くなって内心焦ってた。内心でちょっと焦りながらしてましたよ私は。
ああ目が目がってそうなの。内心汗汗でしたけど。そうは見えなかった、それは良かったです。あの MC の時とかも目があってなってて、ちょっと挙動不審だったかもしれないんですけど、あ良かった良かったです。そのそれを感じ取られていなかったならば。あいつもより眼力強いと思ってた。なんかだからね、ちょっとこうなんかこう横目にしたりして頑張って目をなんかこう元に戻そうと頑張って違和感をなくそうと頑張ったりしてたのが眼力が強くなったのかもしれませんね。コンタクト入れてる入れてるのでそれかもしれない。治ったというか、はけてからはけて鏡見てなんかいろいろしてたら治りました。こんばんは、こんばんは。土曜に戻してください。それはそれはできん。イルバさん、クマありがとうございます。なんで小声なんだろう。月曜日だ、一週間が始まるぞ。私はね、土曜日が一番好き。土曜日俺も一緒だ。自然光での配信もたまに見たい気もします。確かに確かに、お昼とかも配信したいですね。自然光がね、結局一番漏れるのでね。ハッシーさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。調子がいいですね今日は。ウインクのちがじさん、あれはめっちゃ可愛いのいいです。猫のひげではございません。公演があった日はウィンクの調子がいいんです。どうしよう、じゃあそろそろテロップの時間かな。猫になってください。逆のウィンクは下手くそです。
どうしよう。テロップ決めたぞ。そう、生誕祭でたくさんの愛を感じたということで、そう、ちょっとあのテロップも出したんですけどそもそもあれか、私のテロップの使い方がちょっとおかしいけど、テロップを出したけどちょっと話したいことを思い出したのでちょっといいですかそう、あのさ、私10月は毎日ツイッター一応更新してたんですけどなんかね、11月になったらちょっと数日止まっちゃったよねいやー、なんかやっぱりもうちょっと嫌な予感はしてたんですよ。私もう10月は毎日更新しますみたいなことを言っちゃったから、あ、これは11月になったらこれ止まるパターンじゃないってちょっと嫌な予感をねしてたんですけどそうそうね、じゃあ燃え尽き症候群だったのかもしれない。そう、じゃあ今後はね、まあ程よく更新していこうと思います程よく、ではちゃんと更新するので、ぜひぜひフォローも待ってます。秒でリップも待ってますですね。じゃあそんなこんなわけで、アッキーさん、モンキーありがとうございます。こんなこんなわけで今週もお疲れ様でしたなんかまったりなんか話し方、私こんなんだったっけちょっとリラックスしすぎてるかもしれない。スクショタイムって何ですかって何ですか。最近さ、写真を撮るにもポーズがないんですよ。あ、そう、今日はだからね、ツイッターにあのピーとハムハムポーズしました。ハトポーズなんかやだな、ハト グーチョキパーで乗り切る。でも本当にそれはあります。グーチョキパーで大体乗り切れるんですよそう、グーチョキパーはね使えますねポーズね、ポーズってなんだろうねそう、アイドルあるある、グーチョキパーです。グーチョキパ
ポーズもね、私レパートリーがあまりないんです。ツーショット回とかで可愛いポーズでお願いしますって言われたら、だいたいだいたいこうしてます。何なんだろうね、可愛いポーズって。そう、定番なんだろうね。これしかわからない。なんだろう、うん、あ、うさ耳、あ、確かにこれはかわいいポーズのカテゴリーですね。なるほどなるほど。虫歯ポーズ、これが虫歯ポーズ。お鍋食べてるポーズ。何、あ、今日は鍋の日らしいですよ。鍋の日とソースの日らしいです。MC で何話すみたいな話になった時に、好きな鍋か好きなソースかみたいな案も出てて、好きなソースかじゃないや、好きな鍋か鍋を言ったり好きなソース料理を言ったりとかいう案も出てたんですけど、ちなみに私が考えた好きな鍋と好きなソース料理は、好きな鍋は水炊きで、好きなソース料理はオムライスですって言おうかなって考えてたんですけど、今日はね、言いませんでしたね。その話題になりませんでしたね。オムライスってソース料理じゃないの？そう、水炊きは福岡出身ということもあり、好きなお鍋ってでも何なんだろうね。逆に水炊きしか私食べないかもしれない。あんまお鍋家で作るってなっても大体水炊きじゃない？皆さん、あ、もつ鍋も美味しいよね。オムライスはだってデミグラスソースオムライス。あれ、ソース料理じゃないの？デミグラスソースオムライスはソース料理。デミグラスソースはソースですか？いや、確かに、まあ、ケチャップもね美味しいですよね、オムライス。わかります。あ、そっか、じゃあデミグラスソースオムライスですって言わなかったらわかんないか。そっかそっか。あれ？ソースお好み焼きとかそういうのかと思った。おー、ソース料理って何なの？そこから。あ、ソース料理って何ですか？ソース料理、ソースって何ですか？焼きそばってソース、ソース焼きそば、確かに。ソースミートボール。
ートボールはソースソース料理ですか？確かに塩焼きそばも塩焼きそば、まあそっかそっかなんかだんだん揚げ足を取るみたいな感じになっちゃうかな。ミートソーススパゲッティはソース料理ですか？あ、あれか、カツ丼、カツ丼はソース料理ですか？何の話これ。ソースカツ丼ね。ソース料理って難しいね難しいね。ソースカツ1ですソースカツ1です。前ちょっと言ったことないから今言いづらかった。カツ丼1ですの方が慣れ親しんでたので言いやすいですね。ソース料理って何なんだろう、ちょっと疑問。ソース料理、出てこない。ハンバーグハンバーグ、え、でもそっか、ハンバーグはソース料理なんだ。焼きそば、サバ、トマトソース、グラタンあ、ソース、全部ソース料理じゃない、そんなこと言ったら ちょっともうなんかあれを起こしそう。ソースゲシュタルト崩壊、ゲシュタルトだっけ、なんとか崩壊を起こしそうです。私はそっか、ピザとかもソースだしさ。あ、たこ焼き、たこ焼きはソースだ。ソース、いや、なんかもう世の中全部ソース料理っぽいですという結論に至りました。そうだよね適当そうだよね、うん、目玉焼きもね、ソースで食べる人にとってはソース料理だし、そう、世の中はね、ソースでできているということでじゃあそんなバカなってあ、ちょっと大型が出ちゃったかもじゃあちょっと今日はちょっとそんなこんなわけで、そろそろ配信を終わろうかと思います。私はこの後お風呂に入ってまったりしようかと思います。皆さんも明日に備えてゆっくりと休んでください。どんな締めやねんってちょっと変な締めですが、ちょっとそろそろ壇上を読ませていただきます。ダダタン13位、ヒリさん、ありがとうございます。12位、アッキーザラ大好きマンさん、ありがとうございます。11位、ゆうきあきたさん、ほう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 、まだね、巻き髪もしようかな、大人っぽく見せたいとき、ありがとうございます。10位、かずささん、こちらこそありがとうございます。9位、よしひこさん、ありがとうございます。8位、たんぽぽのお酒さん、あらあらら、ありがとうありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。7位、やまいさん、わあ、ね、素敵な生誕祭だった、ありがとうございます。
6位ビルマさん、ありがとうございます。5位小林さん、ありがとうございます。4位鳥沢さん、ああ嬉しい、ありがとうございます。3位ハッシーさん、ありがとう、ありがとうございます。で2位 IKKO さん、ありがとうございます。そして1位はコミさん、アットマーク神奈川、ありがとうございます。はい、そして本日のラッキーフォーティーの方はなんなん松さんです、ありがとう。パチ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 、ということで皆さん今日も公演ありがとうございました。ショールームをあったりとお話ししてくださって楽しかったです。明日からも一緒に、まあほどほどにほどほどに、まあ、頑張っていきましょう頑張っていきましょう。ということで、じゃあゆっくりと休んでください。バイバーイ、おやすみなさーい、おやすみー、バイバーイ。